つまりお前たちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。こうして見知らぬ神が俺の妹ホタルを連れ去っていった。そして俺も神に封印され、本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた俺たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか俺にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよっていた。2ヶ月前君と出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもう逆に溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぞ。そろそろ出発の時間だ、行こう。登るにはスタミナを使う、回復には時間が必要だ。じゃあルートを決めたら出発だ。目指すは七天神像。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ？像は七神の象徴としてこの大陸に点在してるんだ。七つの元素の神のうち、これは風を司るものだな。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。言葉は歌となり風と共に流れるだろ。その中にきっと妹さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし急ごう。そのまま泳げるぞ。
その世界の元素を感じたか？どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。おかしいは神様にとって失礼だぞ。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前ならそこで神の手がかりを入手できるかもな。それとモンドには銀遊詩人がたくさんいるから妹さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。この世界の元素はお前の祈りに応えたいい兆しだとオイラは思うぞ。これは七天神像にもらった風元素の力だ。はあ、オイラもこんなかっこいい戦い方ができたらな。うわ、なんだあれ。なんかでっかいやつが空を飛んでるぞ。森の奥に行ったみたいだ。気をつけて進もう。で、怖がらないで。安心して、僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？あっ、誰？私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。それからそのマスコットは何なの？全然違う、マスコットイカじゃないか。とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているのだから早く城に入った方がいいわ。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、
ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。え、任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。ごめん、優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬ、その尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？ねえ、得体の知れない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で妹と離れ離れになってな。オイラはこいつと一緒にその妹を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。おお、そうだ、今請け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ？簡単よ、見ればわかるわ。あ、ヒルチャール、逃がさないで。やっ、出よ。最近荒野の化け物が城に近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。ふぐじん、楽勝楽勝。でもあんたも戦えるなんて思わなかった。支援ありがとう。ねえ、戦ってどう思った？なんでこんなところにヒルチャールが現れるんだ？こういう奴らは普通、都市から離れたところに巣を作るよな。そうね、本来だったら荒野にいるはずね。でも最近風魔竜が頻繁に出現するようになって、キャラバンのルートに影響があったの。暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だからこいつらの活動範囲もだんだん城の方に？そう。でも今日また一つ巣を片付けられたから進展はあったわ。さあ、私についてきて。真面目で優秀な騎士があんたたちを城まで守ってあげる。この世界も俺に応えているのか。何作ろうかしら。ん？君たちも冒険者なの？通りすがりの旅人だよ。料理の準備か？旅人さんね、いらっしゃい。私はリン、冒険者協会所属、サバイバルのプロよ。見ての通り料理を研究してるの。腹が減っては冒険ができぬというのがサバイバルの心得の第一項目だからね。ピクニック、オイラも大好きなんだ。オイラの仲間も料理が得意だぞ。そうだろ？そうなの？鍋の準備はできてるから腕前を見せてみて。サバイバルのプロ直々の指南を受けられるチャンスはめったにないわよ。キノコと肉が桶に入っているから、それで鶏肉と野生キノコの串焼きを作って。もうできたの？うん、いい匂いがするわ。ではいただきます。うん、ごくり。
うん、思ったより美味しい。君やっぱりセンスあるわね。そうだろう。君の腕ならもっと難しい料理に挑戦してみてもいいわよ。私の荷物に生の食材がまだ少しあるから君にあげるわ。料理のお礼よ。え、いいのか？お前が食べるものなくなっちゃうぞ。大丈夫よ。野外探検で食材はたくさん手に入るから、君たちも周りをよく観察することね。それから鹿狩りで食材と料理を販売してるから、時間があるときに寄ってみるといいわ。うんうん、情報ありがとう。っておい、おいらにも鶏肉と野生キノコの串焼き残しといてくれよ。退屈だな。誰かとおしゃべりで。紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、自由の都、セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなはあまり元気じゃなさそうだ。最近みんな風魔竜の剣で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長、ジン。モンドの守護者だよ。ジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあんたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。人参とお肉のハニーソテー。とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。普段この辺はにぎわってるんだけど、最近は風魔竜のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる？それでお礼っていうのはね、じゃーん、風の翼よ。偵察騎士はこれで空を駆け抜けるの。モンドに住む人たちもみんなこれを愛用してるんだ。ここに連れてきたのはあんたにこれの良さを体験してもらいたかったから。随分と熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。さあ早速風の翼の性能を試しましょう。操作は簡単だけど指示はちゃんと聞いてね。天空の島はどんな感じかな。嘘。あ、
の翼ってこんなに長時間対空できるのか。落ちないように僕が千年の竜風に助けてもらったんだ。想像してみて、この風を集中させるんだ。雲を突き破るようにね。竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、ちょうどよかった。一緒に。待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。ああ、そうだった。こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は、遠いところから来た旅人さん。遠いってことしかわからないのか。ことの経緯は、こう。なるほど、モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。俺にもわかるぜ、血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それから、なんで風神を探してるかは知らないが、誰にでも言いたくない秘密はある。お前もその口だろう？だから聞かないでおいてやるぜ。とにかく、騎士団を代表して礼を言うよ。さっきの風魔竜との戦いで、守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部までどうか来てくれないか。焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。はと、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど、モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。こちらはリサ、騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来た良い子ちゃんかしら。かわいいわね。ただタイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは、元素の流れと地脈の循環が、子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ、尋ね人の張り紙を出すよりも、騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで
逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ。放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのは、そこに残った力のせいなの。私たちの目標は、放棄された4つの神殿のうちこの3つだ。3つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。風の翼の扱いがかなりうまかったな。どこで学んだんだ。眼帯。なんだ、俺のことが聞きたいのか。そういえばちゃんとした自己紹介がまだだったな。まあするつもりがなかったというのが正解だが失礼。俺は騎兵隊隊長ガイアだ。今手をつけている問題が解決したらまたゆっくり話そう。いい場所を知っているんだ。話すのにふさわしい場所をな。風の翼の扱いが。大団長は今遠征中だ。だから副団長のジンが代わりに団長の仕事を引き継いでいる。これが代理団長と呼ばれる理由さ。大団長がここを出ていくとき5分の4の騎士を連れて行ったから、代理団長に残されたプレッシャーもおのずと5倍になった。そう考えるとジンも大変だよな。私と組むの？先に言っておくけど、初心者に合わせてペースを落とすようなことはしないよ。ジンさんがいれば安心できる。そう言いたいとこだけど、そればっかり言ってたらダメだよね。だってジンさんはいつも真っ先に動こうとするから、たまにはゆっくり休んでほしいんだ。そしていつの日かジンさんに私たちがいるから安心してって言えるようになりたいの。私と組むの？セピロス騎士団の新人として風に対する理解は必要不可欠だよ。風の翼の上級特訓なら私に任せてね。図書館司書のリサよ。私に聞きたいことでもあるの？学校屋にいる怪物たちの資料かしら。図書館にたくさんあるわよ。元素による優勢をうまく利用することが勝利をつかむコツね。そうだ、図書館でアルバイトをする気はない？最近雑用。あ、いえ、使い走り。いえ、支援の人手が足りないのよね。図書館司書のリサよ。風魔竜に対抗する方法ね。残念だけど一人じゃかないっこないわ。あの体にある膨大な風の魔力を見ると、簡単に倒せるような生物じゃないってことがわかる。時間があったら元素魔法の基礎を教えてあげる。そしたらあなたもその力について少しは理解できると思うわ。私たちの誘いを受け入れてくれたこと感謝する。風魔竜の体や力の異変に関して確かにおかしな点がたくさんある。しかし騎士団にとって今回の襲撃による余波を落ち着かせることが最優先だ。団長から騎士団を預かっている身として、私は団長、そしてモンドの人々の期待を裏切ることはできない。真相をはっきりさせないと。私たちの誘いを受け入れてくれたこと感謝する、旅人。偵察騎士アンバーが君のことで誤解したと聞いた。彼女は責任を果たそうとしただけだ。どうか許してほしい。
そうだ、時間があったらアンバーと話してみるといい。彼女から元気をもらえるぞ。これからの冒険はますます危ないかもしれないから、ちゃんと準備しておいた方がいいぞ。モンドの鍛冶屋に行ってみようか。鍛冶屋はあそこだ。鉄を押すことは出せだけだ。なんだ。そんなに小さいし、オーダーメイドしかないな。オーダーメイドできるんだ。当然だ。販売、オーダーメイド、精錬、すべてこの鉄工房の仕事だ。お前に鉱石があればな。どこにでもある。じゃあこうしよう。この付近で鉄が見つかりやすい場所を教えるよ。鉄を持ってくれば製造してやる。礼はいらない。仕事に戻るよ。なんかイライラしてる。邪魔したのかな。なんだ。ああ、そんなこともあったな。忙しすぎて忘れてたよ。まあいい、この色のものも使えないわけではない。宝石を見つけたらこっちに来るといい。もちろん俺が忙しくない時に来るのが一番いいがな。鉄を打つには集中力が必要だ。客の世間話に付き合うのは苦手だ。腕が良ければ依頼が来る。他のことはいらないんだ。用がなければ仕事に戻るぞ。真面目な人だな。ちょっと短気なとこもあるけど、製造は彼に任せておけば大丈夫な気がするぞ。ここが放棄された自封守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね、モンドの人でもめったにここには来ないのだから、中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はあ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて四風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて、どう？何か感じた？ここの風、少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて、竜の力が影響を及ぼしているから。あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。はっ、ウサギ伯爵出撃。陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。あれって火薬
薬が詰まった樽だよね。うん、矢で撃てば起爆できると思う。出発着中。ふんふん、と、スリーと、ついてく。安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど。でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。収穫だ。来たか。近くに来てくれ。何か匂うか。この神殿で少し予想外のことがあった。スライム、ヒルチャール、それから風魔竜が残した魔力のつながり。ははっ、中はきっと賑やかなことになってるだろうな。ああ、賑やかだが危なくはない。ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こう、少年。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除してやろうか。さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ？経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。こいつはどうだ？旅人、お前は神の目を持っていない。そうだろ？どうやって元素の力を使ってる？不思議な現象だよな。
前に道がない。空域を利用して上に登ろう。おとなしく仕上がれ。やっ。鋭いな。ジンから称号をもらって騎士にならないか。くしやがれ。そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか。可能性はある。早速やるぞ。おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、いい酒場を知ってるから、そこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。